毎度ご視聴ありがとうございます。シロハラがね、こういったところにいるっていうのをね、前回の動画でも見かけたんですがね、似合わねえなんて言ってましたけれども、失礼いたしましたね。結構今日はね、民家の近くであったりとかね、そういった場所でも見かけましたのでね、決してこうガサガサね、里山のようなところでやってるだけではないというところでございます。今回はね、ご覧いただいておりますような環境で、探調してまいりました。一番最初に出会ったのがね、こちらなんですがね、こんなとこあったわ、こんなとこやで、やっぱあそこおんねん。あれ、こちら駅舎なんですけれどもね、磯ひよどり恐るべしですかね。まあおそらく装置としてこうね、まあ物色ということでもないんでしょうけれどもね、何かその様子を伺っているようなね、姿が見えましたけれどもね、今回ね、出かけておりますのは加古川までの各駅に止まります。全てのドアが JR 加古川線ね、西脇市駅から市場駅までの区間でね、主にこのようにね、駅のホームからどれぐらいの野鳥がね、見ることができるのかなとかいうことで試してみてるんですがね、皆さんいかがでしょうかね。想像してみてください。このように駅の近くおよびね、ホームからね、見ることができる野鳥って何種類ぐらい、いると思いますでしょうかね。まあ、あのね、ご覧いただいてますような、だいたい想像できるような野鳥をね、考えられると思うんですけれどもね、実はね、ちょっとこう普段は河川の堤防などを歩いてね、多い時には2万4000歩ぐらいね、まあ、距離にして20キロ足らずなんですけれどもね、そういった場所を歩いているんですがね、ちょっと最近ね、できるだけ歩かずに探調できる方法はないかなということでね、いろいろ試しているんですがね、ご覧いただきました通りね、このスズメが今煽りましたのはおそらく電線の施設ですかね、そういったところに、おそらく営巣してるのかな。よく電柱のね、似たような施設構造物に営巣しているのは、まあ、各地でこの北播磨、兵庫県の北播磨からお送りしているんですけれどもね、このような地域でもよく見かけますのでね。さあ、もう何種類ぐらいの野鳥が出てきましたでしょうかね。実はね、この JR 加古川線で探調しましたのがね、これで2回目ということになるんですがね、夏場にね、ちょっとやってみようかなということでやってみたことがあるんですがね、さすがに夏場ですとね、見ることができる野鳥というのも限られていたような記憶があるんですがね、冬場ですとね、もう少しのいろんな種類がね、見ることができるのかな。こちら河原バトというかな、まあ、ドバトなんて言われることもありますがね、まあ、野鳥の数に含めるかどうかちょっとね微妙なところですが、この河原ヒワがね、この駅のホームから見えてる桜の木ですかね、このシーズン結構よくさえずっておりますね。このように、まあ、河原ヒワは、まあね、各地の桜の木にこのようにね、集団でいるところをよく見かけるようになっておりますがね、まあ、今回ご覧いただきますとね、それほどね、単調何でしょう、一生懸命せずともね、見ることができる野鳥が結構な種類いるっていうのをね、お分かりいただけるのかもしれませんね。これはね、ちょっと結構時間がねありましたので、1時間ぐらいかけて次の駅までね歩いてみようかなということで、この、まあ、沿線近くの農地ですね、歩いておりますと、こちら
ヒバリですかね。ヒバリはね、結構今日も集団で飛び回っているのをね、見かけましたね。まあ、冬鳥の代表ということで、まあ、ツグミも各地で見ることができましたがね、これね、まあ、電線に止まっているのはてっきり、まあ、スズメだと思ったんですがね、何だと思いますかね。でさすがにこう一駅歩きますと、まあ、5000歩ぐらいね、歩いてしまったかなということで、まあ、前回もね北条鉄道を使わせていただいて、単調したんですがね、まあさすがに1000歩以内で単調というのはね、まあ、不可能だというのはね分かりましたので、今回はなんとかね5000歩以内ぐらいでね、単調できないのかなと思ったんですがね、ちょっとねさすがに無理ですかね。まあどうでしょう、皆さんもこうね、単調にお出かけになった時にもう気がついたら1万歩ぐらいおそらく歩かれているんではないでしょうかね。まあ、あの私の場合はね、ご覧いただいた通りこうスマホの万歩計をね、常にこう作動しておりますのでね、まあ、大体その歩数というのは把握しているわけなんですけれどもね、まあうっかりするとというかな、今回のように、まあ、できるだけ歩かんとこうというような意識をしましてもね、まあ結果的にはね、ご覧いただきますが、まあ、1万歩ぐらいはね歩いているような状態になっておりましたね。そしてご覧いただいておりますのがね、最終目的地になります小野市にありますね、市場駅からこちらね、小野町駅まで引き返した状態で近くのね、河川の堤防を歩いておりますと、このようにモズに出会いましたね。実はねこの小野町駅ではね、前回利用させていただいた時にどうしても立ち寄りたかった場所がございましてね、このそばどころプラットキスミノさんでございます。ちょうどねお昼時になりましたので、おそばの定食をねいただいてまいりました。もうの結構ね、まあ、有名な場所でございますがね、さあいかがですかね。もう何種類の野鳥が出てきましたですかね。まあこのようにね宝次郎さんにもね、どうにか出会うことができましたしね、まああの定番と言ったらいいのかな、まあおなじみの、まあ、こういった季節で、里と言ったらいいんですかね、人里近い場所で出会うことができる野鳥、まあ、結構出会えたらような気がするんですけれどもね、まあ、こうしてみますとね、今日なんか単調する気あるんかね、鳥を探す気あるんかぐらいの感じでね、ご覧いただいたと思うんですが、それでもね結構このようにいろいろな野鳥を見ることができますし、かえってね、おなじみの野鳥たちの姿というのをね案外普段雑にね見ているのではないかなというような気も常々思っておりましたのでね、いいちょっと観察の機会になったのかなと思っております。まあ、特に、まあ、白原であったりとか磯ヒヨドリのね、まあ、意外というか、まあ、想像していたような場面もあったんですがね、まあ、特にあの磯ヒヨドリですね、あらゆるこう人工物を利用しようとするようなね、まあ、非常にこうたくましいというかな姿を改めてね、見ることになりました。磯ヒヨドリのね、まあ、市街地への適応というのはね結構見ていくと面白いのかなと思いますがね、先ほどね電線に止まっていたのね、たくさん止まっていたのはね、河原ひわであったようでございますがね、そして、野鳥たち今日も一日ありがとう、また気が向いたらお越しください。